こんにちは、嫁です。旦那です。はい、嫁さんです。今日は冬備え、はい、第2弾でございます。前回の冬備えでまだちょっと足りないなと思った部分を購入したので、こちらの方を紹介していきたいと思います。大概この人がね、勝手に買ってるんですけどね。そうなんですよ足りないであろうと思って買ったものもあり、なんか気づいたら買ってたものもあり。あるの？うん、いいじゃないしはい、ということでやってきます。はい、やっていきます。ということで、はい、まず一つ目、はいはい、問題作、うん、問題作。なんか少し前の動画、砂湯キャンプ場の動画で最後の方にちらっとねあるんですけど、私が廊下でボケたんちゃうのって本気で、あ、本当に思ったみたいな聞いた瞬間に、え、ほんまにボケたんかなと一瞬思ったぐらい、はってなりました。ボケてません必要だからボタンです。はい、はい、じゃあご紹介してください。はい、2つ目、はい、PASECO プラセコ、イントネーションおかしない？プラセコでございます。はい、はい、プラセコでございます。ストーブでございます。はい、2台目ですよ。2台目、2台目ですよ。何か、だってこの間ストーブご紹介したところで、その後すぐにストーブ買ったからって急に言い出したんですよ。あの、テント買おうと思ったんですよ。 DOD のかまぼこちゃん諦めた、うん、でホッとしたよね。ホッとした、変わり、いや、ちょっと言ってる意味が分からへん結果変わりになっちゃったねっていうだけで、そもそも買わなきゃなと思ってた。お互いにソロキャンプを冬にする可能性が非常に高いので、ストーブ1個じゃ無理でしょだってね、ストーブ1つだったらその1つのストーブをめぐって夫婦間で争いになるわけじゃないですか確実になるそうなるけど、絶対勝てないんですよ僕は私の方が寒がりでしょって言うでしょ。言うと思うあなたは北海道生まれ、私は関西生まれ、わかるでしょってなるからでも僕だって真冬のね、氷点下の中ストーブなしは無理ですよ。そうですね、うん、アルパカとか豊臣のレインボーとか富士カハイペットとかいろいろ考えたら全部高くて、うん、結構値上がりしてる、絶対怒られるなと思ったんだもんパズカはまだね、結構安い。1万5、6千円でしょ、うん、高いです。はい、ということで開けていきたいと思います。はい、じゃじゃじゃん、説明書。お、めっちゃ日本語。え、あ、本当だ、めっちゃ日本語。それはありがたい、ね、めっちゃ日本語なんだね。よし、いきます。じゃ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 ーん、はい、じゃーん、出てまいりました。かわいい、コンパクト。パーセコちゃん、この色すごいね、珍しいね。目のなんか黒よく、そう、なんかね1ヶ月から2ヶ月ぐらい待ちだったのかな、他の色が、うんうん、黒と白があるのかな。特に黒が全然入手できなくて、うん、ただこの色、あ、でも可愛いよ、私好き。俺もね、悪くないと思うんだよね、うん、すごい可愛い。で、買う時にこの色だけ、このカラーはイメージです、え実際の色とは異なりますって書いてあるいや、写真と違うのこれ。うん、もうちょっと濃かった気がするけど、わかんないけど、あ、これでもね、箱にね、サンドって書いてあるね、うん、サンドカラーってサーカス TC みたいな、うん、ああいう色、あれもサンドって書いてある。でも買った時はオリーブって書いてあったよ。え、どういうこと黒、白、サンドしかないよね、で、よくわかんないんだけどでもすごい可愛い、ポップな色だね。かわいい感じ、真っ黄色ではないの、なんかもうちょっと濃いかなと思ったんだ。ちょっと落ち着いた黄色みたいなね、うん、ということで、うん、パセコ WKH-3100G でございます。はい、まあ、一番安いやつ、うん、
一番ちっちゃい、うん、スペックは発熱量 3.0kW、 3kg、 燃料消費量が 0.295Lh で、タンク容量は 5.3 と、あ、結構入るんだね、うん、だってあの豊臣で7リットルでしょ、7リットル、そんなに入るんだ。連続燃焼時間が約18時間、重量が 5.3 で、点火方式も手動、消火方式も手動と、まあ 5.3 キロっていうことは、アルパカは 6.7 ぐらいだったかな、トヨタミが12ぐらいだった、トヨタミが12だった、そんなに変わらないね、軽い、はい、ということでこれ、あれだね、中取らんといかん、そう、中取るのね、これね、そう、ここにこれまず、これなんか取っといた方がいいってなんか、なんかみんな運搬するときに入れとくみたいなこと言ってるよね、ガチャンガチャンなるのかな、でこの下ここに、この下のここにもなんか発泡があって、これを取らなあかん、はい、取りました、で、これでいいか、乗っかってるだけなんだ、あ、だからあのガチャンガチャンした時にこれが飛び出したりするんじゃない、だからみんなこれして出して運ぶのかもしれないね、これもう下のこの台座というか、これはくっついてる、くっついてるんだね、豊臣は外れるからね、うんうんうん、だからあのこぼした時とか、そうこぼした時にはこれ外れる、うん、で、乗っけて終わると、うんうん、で、サイズ測っていきたいと思います。 NM が325、ちょっと円なんでしっかり測れないけど325、ね、最大ってことだね、うん、ここは含まない、ここは含んでないです、うん、多分この円の最大のところが325、うん、明らかにこのおへそは入ってない、おへそね高さが466mm 46.6cm ですね、これは、あ、これはね、うん、で豊臣が、まあ、実寸で見た方が早いね、あ、そうだね、並べてみたら横に置いてみちゃいます、どれぐらい違うかっていうの、はい、じゃじゃじゃん、こんな感じ、このサイズの差でございます、タンクがすごいね、やっぱりね、うん、タンクの幅がすごい大きい、ね、タンクの幅でいって40、なんか44センチぐらいだったね、確かね、で、高さが58センチ、確かそうだ、だから10センチ近くも、そうだね、高さが違う、うん、幅も12、3センチ違うからだいぶ違います、と、はい、いうことでサイズはこんな感じの差でございます、はい、で、実際に今回、この子、うん、火をつけるとこまで、はい、お届けしたいんですけれども、30分かかるのかな、一応染み込ませるのに30分経ってから火をつけてくださいってなってたので、うん、今から灯油を入れて、はい、30分放置したいと思います、はい、ということでこの子の初めてのシュポシュポをしていきたいと思います、ここだね、うん、開ける、ここを開けて、いいよ、開けてもらって、よいしょ、硬い、あ、うん、簡単に開く、パッキンもちゃんとついてます、これね、以前あのご紹介した時に僕あの、これ引っ張って開ける、引っ張って開ける、引っ張って開けるって言ってね、くる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 してた、そう、もちろんあの補足は入れさせていただいたんですけど、正確には押して、はい、押しながら開けるでした、押しながら開けてください、もう最近すごいスムーズに開けれるようになって、押しながらやったな、うん、で、その時あのもちろんなかったのでご紹介してなかった我が家のニューアイテム、シポシポくんです、シポシポ買いました、シポシポくん、はい、入れまして、入れてきます、入れてきます、で、あの試験というか、ちょっとつけるだけなので、ちょっとしかいけないです、うん、何の音？これやモーターみたいな音してたけど全然増えてこないあ、増えてきた、そういうのってほら、なんかある程度入らないとメモリが上がっていかない系じゃない？あ、そういうことか、はい、蓋を閉めさせてもろって、はい、ということで入れたので、30分ほど置いてから、はい、後ほど点灯したいと思います、はい、で、点灯するまでの間フューズ内の他のギアの、
紹介をしていきたいと思います、はい、では、はい、はい、ということで、はい、まずこちら、はい、サーマレストの Z ライトソルだよね、うん、教えてもらったんだよね、うん、黄色、はい、私は水色、黄色黄色じゃないと嫌だって言ったら、うん、私黄色じゃなくてもいいよってそう、ちょっとしょんぼりしてたんだよねサイズが、うん、この幅が51センチ、うん、そして広げた長さが183センチ、うんうん、183? あなた飛び出るね、大体そんなもんです厚みが2センチ、410g、あるそんなあるか、うんうん、まあ、これはもうまあ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 有名なやつなんで、ね、そうだね、皆さん知ってるやつだね。これどんなほどのもんなのか一回ね、温度測ってみたいよね。そうだね、真冬にちょっとそれはやってみようかな、うん、どれぐらい、ありなしで、うん、あり、あ、違う、あり、いやいや、もうありって言ったからありだよありなしなしで、もうそれ、どうする、ということで、今ちょっとこれにどんなもんなのか寝っ転がってみましょう、うん、最後か、うん、せっかくだから、はい、開封完了、おお、みんな持ってるやつだ、ここに広げてみます。ではカメラが切り替わりまして、こちらの方で寝転がっていただきましょう。私、はい、どうぞ。あ、すごい、すごいね、膝が痛くないよ、こうやっても。あ、カーペットの上でさ、こうやってさ、うん、結構膝痛いけど全然痛くない、じゃん、あたしでやったらちょうどいいぐらいだよね、たぶんね、まあ、余裕だよね、うん、175センチぐらいまでだったらたぶんちょうどいいぐらいじゃないかな、固定してみる、そうだねあなたが寝るとちょっとどうなるか、はい、ということで、はい、寝転がってみます、はい、あれ収まってるじゃん、あれ収まってる、ちょっとだけ足が、ああ、確かに。かかとがちょっと出てる。問題はないね。そうだね、大丈夫そうだね。はい、大丈夫、大丈夫です。これでも入れるものがないね。ああ、みんな。なんか巻いてある。こちらもとりあえずないので、これに戻したいと思います。はい。はい。全然入ってへんやん。サマレストの。諦めたの？ Z ライトソルちゃんでした。はい。ということで、次のギアに行きたいと思います、はい、こちらです、マルカの湯たんぽでございます、はい、あの、お得の沼さんで見つけて衝動買い、そうだね、湯たんぽを買わないとねって言ってたんだよね、うん、これなんか超有名なんでしょ、あ、そうなんだ、うん、みんなこれ使ってるんじゃない、へー、はい、こんな感じです、はい、湯たんぽです、はい、これは何リッター、2.5リッター、うん、結構大きいサイズですね、うん、カバーもついてるね、そう、カバー付きです、いいね、カバー絶対必要だからね、これはデニム、私はキャメルでございます、はい、すごいね、直火 OK、うん、IH 調理器による加熱使用できます、え、IH も対応してる、うん、すごい、一応44度で3時間から、うん、4時間、46度で30分から1時間、50度では2分から3分、2分から3分で、あ、違う、ごめんなさい、低温やけどに注意と低温やけどするまでの時間ね、子供の頃したよ、したの、うん、カバーに入れてもっていうことでしょ、カバーに入れてなかったら100度とか、あ、そうかえ、みんなどうしてるんやろう、これ出すの、寝る前に布団が温まったら湯たんぽを布団から取り出して就寝してください、そんなのね、まあ家で使う分にはね、そんなそれでいいんだろうけど、キャンプでってなると皆さんどうしてるのかね、教えてください、湯たんぽの使い方を、はい、皆さんどういう風にされてるのかちょっと教えてください、うん、あとこれ そのお湯を沸かして入れれば一番いいと思うんですけど、うんうんうん、2.5リットル、2つですよ、5リッターの水を沸かすってなかなか難しいので、5リッター入る鍋とかはないもんね、なので多分うちは一応これを見えるかな、ストーブの上に
パイルダウンして温めてみようかなと。で一応今日そのジェリーズで聞いた話では、その直火で沸かす場合にこの蓋を開けて沸かしなさいと。膨張するから、膨張するから変形したりなんかするのかな、蓋が飛んでいくとか。そうそうそう。でこれこれ何、パッキンが交換用のパッキン、このパッキンが劣化したら、うん、まあこれ付属で付いてるんでこれ取り替えてくださいっていうことみたいでございます。と、はい、いうことで、はい、マルカの湯たんぽでした。たんぽちゃんでした。はい、ということで、はい、お次はこちらになります。ブルーティージャパン株式会社さんからご提供をいただきまして、はい、こちらの新商品、ブルーティー EB55 っていうポータブル電源になります、はい、では開けていきます。はい、よいしょ、よいしょ、はい、あ、これがね、これがちゃんとした箱だね、ちゃんとしたこういうパッケージなんだね。はい、じゃあ出してみましょう。はい、ダダダダダダ。ほんとね、ポータブル電源は北海道なんで絶対必要なんですよ。そうだね、まあ、絶対ではないけど極力あった方がいい。うん、あ、すごく丁寧な本だね。あ、はい、よくね、オレンジ色多いんだけど。そうだね、動画で見かけたのはみんなオレンジだった。 うちはあのグレー、これブラックじゃなくグレーです。ということで、はい、こちらはね、容量が 537Wh の定格出力が 700W、うん、ということで、まあ、スペック的には中間スペックぐらいなのかな、うん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 、このブルーティーさんでもまたさらにハイパワーのやつも去年かな出てるのが、うん、EB70 だったかな、うん、なんかそんなのが、はい、あります。これは中間スペックぐらい、うん、もちろん電気毛布とかそういうのもいける。下ちょうどいいね。うん。なので、まあ、冬備えにはそれこそ持ってこいというか、うん、まあ、むしろ必要なアイテムではある。北海道だと必須だね。はい。こんな風に、まあ、いろいろ入ってて、で、なんかこんな感じの説明書？あ、保証カード。保証カードとか、まあ、説明書、これ自体が多分説明書。ああ、なるほど。になってると。ちゃんとこう日本語のしっかりとした説明書がついてます、うん、はい、でこれはあの今回はこれぐらいで、これはこれでまた説明なりいろんな使用感の動画をまた改めてやりたいと思いますので、はい、一応充電もない、うん、ご紹介だけということで、はい、ブルーティーさんの EB55 です、はいはい、続きましてはこちらになります、はいはい、ということで、はい、泉さんの電気毛布。すごいね、電気毛布って書いてある。本当だね、電気毛布って書いてある。敷毛布、うんうん、掛け布じゃなくて敷布、敷タイプ、うん、敷タイプ、うん、説明書が入って、まあ、見た感じはこんな感じの、結構コンパクトな、なんか電気毛布ってもっと分厚いのかと思ってたけど結構コンパクトになるよね。これを2つほどお買い求めになられました。全く何も言わないで買ったけど全く怒られませんでした。はい、暖房に関しては何も文句言ってない、初めてかもしれないぐらい。ただあの届いた時にだけすっごい低い声で何これ言われましたけど、電気毛布って聞いたら、あ、うん、そっか必要だもんね、むしろ歓喜の声に変わりました。でこれももちろんあのポータブル電源のご提供を受けたので、うん、あの購入したものなので、はい、まあ、近日ポータブル電源とともに使用感を細かくやっていきたいと思います、はい、小泉の電気毛布でございます。はい、で次にあのパセコ、そうだね、さっきあのそろそろ灯油入れといたパセコの室内での着火式に移りたいと思います、うん、はいはい、ということで、はい、点火していきたいと思います、はい、で、展開です。よし、じゃあここを上げて、今芯が見えるか見えないか、おお、いい感じ、あの、ね、芯が出ているんでつけます。あ、ついた、来ました。
で、これをちゃんとまっすぐ行けるんだね。はい、ボーボー言ってる、ボーボー言ってる、ボーボー言ってたらね、センターかどうかってこれとなんか分かんないね。分かんないか、ちょっとクリックしてみようか。してみよう。あー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 、今ボッポボッポなってるけど、しばらくしたらきっとこれ安定するんだよね。15分ぐらいで安定しますって書いてある。うん、お落ち着いたね。うん、大丈夫だね。はい、こんな感じでちゃんとつきました。いいね、あったかいよこれ、あったかい。あ、大丈夫大丈夫、すごいあったかいよ、ほんと。うん、まあ、でもやっぱりくるくるがないと上ばっかり行っちゃうね。そうだね、上にこう行ってしまうから、くるくるはやっぱり必要かな。これでだって1万5000円くらいでしょ、うん、十分だね。そうだね、まあ、ちっちゃいテントとかならこのサイズのストーブは基本それぐらいの値段なんだよね、本当は。あ、そっか、アルパカとかも最初それぐらいの値段。アルパカは値段が高騰しちゃってるだけの話だから。なのでこれにしたっていうのが一番の理由かな。今が買い時なストーブ。そうだね、これも来年になるともしかしたら値段が上がってる可能性は。確かにね、あります。ではじゃあ消してみますか。これはこのまんま回すタイプだもんね。回して、ずっと回して、限界まで回せば消えると。はい、回りました。止まるまでね、しっかり回していただければ消えていくと、うん、はい、ということで、はい、つけて消火までやってみました。はい、もちろんね、今後このストーブを使っていって、うん、まあ、もっと使用感とか、そうだね、温度変化とかもね、うん、どれぐらい暖かくなるかっていうのは随時動画で取り上げていきたいと思います。はい、で、このパセコストーブを買うにあたってもちろん大事なもの、うん、一酸化炭素チェッカーも一つ増やしました。はい、まだ増やす予定です。そうだね、1台につき、まあ、1人2つずつ持つぐらいの感じかな。もっと言ったら何個あってもいいよって言われてる方結構いたね。そうだね、うんうんうん、今回買ったのは PT-TECH、 PT-TECH っていうのかな、ね、で今回は前回買ったやつ別のタイプね、うん、違う会社のやつ、うん、説明書は日本語版がしっかりついてますと、うん、中身もちゃんと日本語で書かれてる。もちろんこれも現場で使ってみて。そうだね、今家ではちょっと、うん、家で今ね、商品自体はこんな感じの。探してる、結構使ってる方いるんですか？うん、探してる人は多分見たことはあると思うんですけど、うん、国外版のやつです。はい、買った決め手がこれ。あ、網ついてる。そう、網ついてる。網ないと吊るされられない、ね。これね、だいたいこういう裏面になってて、天井に多分つけるやつなんですよ。うんうん、なのでこの袋に入れていただいて、こうやれば、まあ、吊るせるようになるの で、うんうんうん、で、ね、この袋がもう最初からついてるので、それはいいね、これがいいっていうことでこれにしました。うんうん、はい、機能がどうなのかっていうのはもちろん使ってみなきゃ分かんないので、個体差もあるかもしれない。そう、個体差が結構なんか他の方のあの YouTube 見たらその個体差が結構あって、うん、反応するスピードっていうのかな、うんうん、全然違うので、うん、なのでやっぱり2個3個持ってた方が間違いないかなとは思われます。ということで、一酸化炭素チェッカーでございました。まあ、というよりはパセコでした。そうだ、ね、パセコってさ、うちあだ名というか呼び名を何ちゃんとか言うんですけど、うん、サーカス720だったらナナちゃん、うんうん、ね、サーカス TC ミドルはミドちゃんって呼んでるんですけど、うん、パセコはパセコなんですよ。女子確定だから。そうだね、パセコだけはごめんなさい、ちょっと慣れ慣れしいかもしれないですけど、パセコって思ってます。ちょっと今の言い方めっちゃ面白かった。あ、もう一つパセコにお洋服がございます。はい、こちら今ケースですね、うん、持ち運ぶためのケース。収納ケース専用ではございません。うんうんうん、社外品でございます。専用って売ってるの？あったような気がする。おー、うん、でもかわいい、これ何これ、売ってなかった。ヒョウ柄見えるかなこれ、すごいヒョウ柄かわいい。じゃあ入れてみますか。はい、はい、はい、あ、ぴったりだ。意外とぴったり。あ、すごいすごい、しっかり。ちょっとだけおへそが、あ、そうだ、おへそちょっと、ここのおへそがちょっとだけ
でも高さも幅もいい感じだね、うん、あ、いい、あ、いい、大丈夫で、これでまあ一応完成と、ね、これで持ち運びますね、ということで、で、パセコでした。はい、はい、今回はこれで終わりません。はい、皆さんお待ちかね、内緒でポチポチのコーナー、イエーイ。1個だけだよね、この箱。そう、この箱、これずっと何入ってるか教えてくれなくて、じゃん、はい、はい、今回勝手に買ったキャンプギア、なんで派手なの、ギアなのかな、でもこれも一応冬備えの中の一つです。じゃあ開けていきます。これね、インスタライブでちょっと遊んでた時に、うん、おすすめされて買っちゃったんです。生ポチライブした。え、だから知ってる人は知ってる、何人かは知ってるんです。私はもうあれだなと、内緒ですって言って内緒にしてもらってこちらになります。なんかかっこいいでしょ、ほら、かっこいいね、箱は。でも全然なんだかわからないんだけど、オイゲンさん、オイゲン、これでわかる人はすごいなと思うけど、よいしょ、こんな感じです。うわ待って、何これ、すごっ、何それ、ててすごくないこれ、鉄瓶っていうのかな、うん、なんか見たことはあるよ、テレビとかで、うん、え、これ何に使うの、お湯沸かすの、和製のケトルだよね、うん、もちろん普通に、まあ、ケトルのように、うん、コーヒーもカップラーメンも何でも何でもできるじゃない、お湯、ね、お湯できるでしょ、いい で、 まず、ものは何 で、 でこれを使う理由っていうのは、まあ、ここにお湯を入れて、ある陶器を入れて、あることをしたいわけです。あ、そういうこと、それがしたかったんだ、それがしたいんです。なるほどね、はい、うちの奥様の冬ソロキャンプデビューの時にこれを私が一人でするのあちちってしながらやってくれるわけじゃなくて、うん、もしかしたら自分でしろ、もしかしたら一緒にやるかもしれないけど鉄瓶、すごい可愛いね、これすごいでしょ、うん、オイゲン伊蔵さんの鉄瓶、うん、平型粒あられ、ほうほうほう、 0.9 リッター結構入るんだね、はい、聞いたことある、これ南部鉄器っていう、南部鉄器、うん、うん、南部鉄器って有名だよね、うん、これね、そして安いの、あ、そうなの、うん、忘れたけど、えいくらだったっけな、勝手に買ったものの値段ぐらい覚えてくださいよ、落ちてた、普通に宅急便で届いた、私それ受け取ったわ獲物っていうのはそれなりにするもんですよね、まあ一生もんやね、そう、これは一生もんだと思うよ、多分、うん、はい、ということで以上、北海道の冬備えということで一部ご紹介しました。第3弾があるそこまでの品揃えにはならないかな、あ、まあじゃあキャンプしてる中で、そうだね、ちょいちょい出てくるかなっていう、それよりも多分あの冬に全く関係ないよっていうものが何本かこれからいや、まあ、あのうちの奥様は何が起きたかは知ってます、すいません、ちょっと時系列がちょっと前後するんですけども、もうそちらの動画はあの収録済みでございます、はい、あの土下座レベルの話ではないとだけお伝えしておきます、はい、すごいことになりました、本気で怒ったから楽しみにしててくださいはい、ということで冬備えギア紹介、はい、第2弾以上です。今回も多分長い長い動画になったと思う、長々と本当にありがとうございました。すいません、毎度毎度。今回のギア紹介ちょっとでもいいなと思っていただいたら、はい、チャンネル登録、はい、高評価の方、すいません、またよろしくお願いします。では、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。